にちは、伊藤隆生って言います。よろしくお願いします。僕はクルディスタンに4日間来てて、クルディスタンっていう、まあ、今イラクの中にあるんですけど、クルディスタンに来るのはすごく簡単です。で、今撮ってくれてるのはツアーガイドのカルワンさんで、彼もすごく親切 でクルディスタンはすごくいいところだと思います。街のみんなもすごいなんか親切だし、なんか危険ではないので、すごく僕にはぴったりの場所だなっていうか、観光に適した場所だと思います。で、これ僕のパスポートなんですけど、このようにアライバルビザって取れちゃうので、簡単にクルジスタンに来ることはできます。外務省の安全渡航ガイドではレベル3なんですけど、実際のところまあかなりセキュリティがしっかりしているので、まあ一人旅でもなんとか来れるのではないかなと思います。僕は今世界一周中なので、他の国にもよく行くのです。よくてこの後もいろいろ行くのですが、クルディスタンは最高だと思います。クルディスタン最高。